四川堂の創図四川堂は、京都市左京区にある、江戸時代初期の文人、石川定山の山荘跡、国の史跡に指定されている。現在は、総統州の寺院でも有り家山寺という。四川堂は、徳川家の家臣であった石川定山が隠居のため造営した山荘である。名前の由来は、中国の死家十六人の肖像を掲げた四川の間による。四川は、 日本の三十六河川に習い林羅山の意見を求めながら関心闘争の各時代から選ばれた。肖像は下の単優によって描かれ視線の間の四方の壁に掲げられている。視線道は正確には凹凸という。凹凸とは凸凹の土地に建てられた住居の意味であり、建物や庭園は山の斜面に沿って作られている。定山は 四線の間を含め建物や庭の10個の要素を凹凸十境と見立てた。寛営18年、定山59歳の時に造営され、定山は漢文12年、90歳で没するまで、ここで鹿三枚の生活を送った。小道という門をくぐり、竹林の中の道を行くと、石段の上に老梅石という門があり、その先に四線道の玄関がある。 玄関上は3階建ての小月楼となっており、その右手には河原式の二日間と6畳、8畳の座敷、左手には4畳半の視線の間、読書の間など多くの部屋がある。このうち小月楼と視線の間の部分のみが、定山当時の建築で、他は後世の改築である。庭園作りの名手でもある、定山自身により設計された庭は、 四季折々に楽しむことができ、特に春のさつきと秋の紅葉が有名で、観光客で賑わう。縁の前に大きく枝を広げた白いサザンカも見どころの一つ。一般に、獅子脅しとして知られる、ウズと呼ばれる仕掛けにより時折響く音は、鹿やイノシシの侵入を防ぐという実用性とともに、静寂な庭のアクセントになっており、竹山も好んだという、ありがとうございます。